CS チケット取ろうともしてなかった私行けないんですよ、日程が合わない、日程が合わないから行けないんですよ。見に行きたかったんですけど。あ、誰か来た。あ、配信してる。後輩が来ました。こんにちは。自己紹介どうぞ。西田ほのかですめっちゃダンス上手いんですよ。いや、そんなことないです、そんなことないです。そう、何か好きなの？野球好き？野球わかんない。野球わかんない。でも家族が阪神好きです。嘘。じゃあ今度一緒に甲子園行きます。あ、やった、行きたいです行きたいね。行こう。やった。練習しに来たの？はい、そうです。偉いです。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、邪魔して。全然嬉しいよ。やった。ありがとうございますほのぴー、ほのぴーですね。なんかみんなとさ甲子園行きましょうみたいな話をするんですけど全然行けてないね。阪神ファン乗ってほしいね。増やしていきましょう。今日鳴尾浜行きました。鳴尾浜に取材しに行ったんですけど、朝から選手の皆さんがもう練習されてて、いやすごいなって思いました。もう全部練習の風景全部テレビで中継してほしいぐらいすごい。本当に私は稽古まで、その取材してから稽古まですごい時間があるのでちょっと台本読もうかなと思ってここに来ました。インドネシアから来ました。テリマカシそう、今日はねトラタマプレミアムっていう、私が、冠番組持ってる阪神タイガースのラジオがあるんですけど、川上千尋のトラタマプレミアムです。そのインタビューをさせてもらいに行きましたそう、楽しみにしててください。どこで聞きますか？リアルタイムで聞いてくださる方は、毎週月曜の夜8時45分からかな、ABC ラジオで聞けます。ラジコ？ラジコ？ラジコっていうんかな、ラジコから聞けますんで、ぜひ調べてみてください。それか、その放送が終わった後にトラバンチャンネルっていう、トラバンの公式 YouTube チャンネルから、誰だ、アップされてます今2本アップされてます。ぜひ見てください。初回と大山選手のインタビュー回が、配信されてるので、そう、タイムフリーでも聞けます。ぜひ聞いてください。パン屋で買いに甲子園行ってくるね。今日パン屋で補充されたみたいですね。ぜひ嬉しい。フェニックスリーグ行きたいってね、今日さっきトラテレ見てて思いました。行きたかった。今日も可愛いね。ありがとうございます。嬉しいね。大山選手に最初にインタビューしたの
2017年とかかな、大山選手が、ルーキーイヤーの年にインタビューしました。インタビューっていうかあれなんか励ましたい、トラトラ何あれトラコ、あれ何でしたっけ、トラバンの、アシスタントみたいなさせてもらってた時に大山選手にギノザで励ましたいみたいなのをしに行って、それでちょうどキャンプ中ってバレンタインの時期じゃないですか、2月だから、そのスタッフさんが大山選手が好きなチョコのじゃなんか味みたいな聞いて、それをこう渡させていただくっていうそういうのをしてましたね。懐かしいな。はい、2017年ですかね。どうなんでしょうか。ありましたね、そういうのも。今日もありがとうございます。今日今皆さんのおすすめの映画とかありますか。YouTube 見ました、素敵でした、ありがとうございます、嬉しい。阪神、ぜひと阪神応援できて幸せ。私も皆さんと応援できて楽しいですよ。シティハンター、アステロイドシティ、握手会行きたいけど恥ずかしいからやめちゃった。絶対来てください、全然恥ずかしくないです、知らんけど多分恥ずかしくない、大丈夫。こんにちは。名探偵コナン、映画やってるんですか今。知らんかった。ちひー TV 最高ですわありがとうございます、見てください。ちょっとフェニックスリーグ行けるんやったらさ、その YouTube 動画撮ってアップしたいなと思ってたんですけど、行けるか分からへんくて。おはようございます。そう、そう、阪神優勝した時ライブ中に崩れ落ちたシーンが YouTube に載ってるのでぜひ見てください。まなぶさんとコラボしてしたいな、毎日見てますから。ちひ TV よく見てます、ありがとうございます。元気してたんか、元気してんかなって思ったけど変わってなくて安心した。わお、変わってないかな。変わりましたよ、いろいろね。ブラウス私服です。これはね、インドネシアで買った、インドネシアのロッテモール、ロッテモールで買ったワカポンとお揃いのブラウスです。ロッテモールだったかな、ロッテモールだったと思います。ちょうど阪神カラーやと思って黄色選びました。こういうブラウス珍しい。ちょっとでもアイロンが大変やったな、やっぱ一回洗っちゃうとね。そう、ワカポンとお揃いなんです。これいいでしょう。鼻声だけど心配だな、大丈夫なんですこれ花粉症なんですよ。こんにちは、こんにちは。垢抜け計画の成果がえぐい、嬉しい。あれしたから多分変わったね。今度の締め会でちひと初めて話せる、楽しみ楽しみ。私も握
祉会で話したのはコロナ前。コロナ前ね、コロナ前か。体調には気をつけてください。優しい。ありがとうございます。気をつけます。社名かユニフォームで行っても大丈夫です。嬉しい。むしろみんなのお気に入りの服で着てください。楽しみにしてます。今日阪神タイガースのファン缶プレゼントを応募した。私も今日じゃないけど一昨日昨日ファン缶のチケット当たりますよみたいなやつ応募した。行きたいな。見に行ってみたい。見に行ったことないんですよね。楽しそうですよね。ファン缶見に行ってみたら。そうです、今日は控えめ黄色なんですけど、靴下がゴリゴリ黄色です。もうからし色みたいなぐらいの黄色。今日稽古です。森下ユニで行きます。待ってます。森下選手調子いいですね。写真集出さないですよ。慈悲のファン感謝デーはないですか。ないですか。ファン感謝デー今のところ計画してないですけど、見たいですか。マットユニで行きます。お待ちしてます。そう、今年の誕生日は渚の卒婚なんですよ。卒婚の日に誕生日なので、ちょっと誕生日まですごいライブがあるなと思って計画してなかった。ファン感出る方違うの。今年まだ何も聞いてないので、見に行く前提でいました。見に行くと思う、見に行きたいと思って、その前提でいましたが、もうね、でもどんなことでも出演できるなら出演したいし、見に行けるなら見に行きたいしっていう感じです。阪神のことになれば現地で見ると意外と何やってるか分かんない。まあそうですよね。あれは確かにリレーとか玉入れとか、ルーキーの選手たちのダンスとか今日のやってましたね。CS 見に行く予定はないんです。見に行けないんですよ。第6戦の6戦目がギリ行けるかもしれないとか思ってたんですけど、行けないですね。テレビで観戦させていただきます。優勝パレードもういけるか分かんないんですよね。いけるのかな。なんか何か入ってるみたいなことを言ってた気がするんですけど、優勝パレードは見れなさそうみたいな記憶があります。あら、かわいい。あら、ありがとうございます。ね、ドラフト会議も楽しみですね。最近はこうルーキーイヤーから活躍する選手も多いから、ルーキーに見えないですよね。あ、そういえばルーキーやったなっていう選手が多いです。甲子園、京セラどっち見に行きたい。もし日本シリーズ関西ダービーだったらでしょ。甲子園です。
あのちょっと寒い感じの中見に行きたいですね。絶対寒いやん。見に行きたいです。チッヒはルーキーに見えます。ありがとうございます。永遠に若さを保ってるということでいいでしょうか。ねえ、11月絶対寒いですね。本当に絶対寒い。新人王まだどうなんでしょう。まだじゃないですか。村上投手だと嬉しいですが。お仕事頑張れそう。嬉しい。頑張ってください。花粉、花粉、11年目のルーキー。そうだ、今日取材するにあたって書いてたんですけど、もう一瞬チラッと見せますね。誰かバレちゃうんで。ででん。これを書いて挑んできました。挑むって言ったら変やけど、ちょっとね、反感はね、あれはちょっと寒いんだかあったかいんだか分かんなかった。あ、やーい。11年目って北条さんと一緒かな。そうですね、北条選手とまあ実質同期みたいな感じの年数ですね。そう、取材ノートです。昨日中野選手と取材というか対談というかさせていただいたんですけど、それは携帯でさせていただいて、今回は今日はこちら。もう見て、この1年間使ったらこんな白が黒になってます。こことかやだ。そう、取材ノートです。取材ノートっていうか反省会ノートでもあるんですけど、これはね、もう前回宜野座で取材した時はこんな感じの、この取材質問する番号とかも書いてるんですよ。村上投手と中川選手、2月は宜野座で取材させてもらったんですけど、その時よりは成長できてたらいいな。ぜひラジオを聞いて確認してください。昔ファンカンの取材行った時よりは確実に成長してます。福留選手に私のこと好きですかみたいな内容のやつを聞いたのが本当に黒歴史で、それよりは成長してます。ただのアイドルやったもんな、あの時な。
そして舞台がねもう近づいてきたので、じゃじゃん、舞台用のアイシャドウ買いました。茶色が欲しかったんですけど、なんかピッ、この何これ、オレンジ、オレンジみたいなのに惹かれてピンクかな買っちゃいました。茶色だけで良かったのにな。今だからもう一度それしてほしい。無理ですね。キャンプで慈悲褒めてたの、いや嬉しいです本当に、ありがとうございます。ピノキオ見に行くよ、来てください皆さん。俺の妹になって。珍しいタイプですね、妹になって。こんにちは。かわちありがとうございます。大人っぽくなったね。そうでしょう、もう大人なんです。ピノキオ見に行きます、待ってます。ゆうちゃんファン、うん、そう15日、そうだ、キューズモール、あそこのにアリオ大鳥でしたっけ、天王寺でしたっけ、アリオ大鳥って何、アリオ大鳥はアリオでしょ、キューズモールはどこ、天王寺か。天王寺ですね。アリオ大鳥なんかあったっけ、天王寺で安倍のキューズモール、そうだそうだ、天王寺駅のすぐ近くですよね。そこで15日にあれライブですか、ライブとハイタッチ会みたいなのをやると思うので、ぜひ来てください。ライブは無料でハイタッチ会は有料だったと思います。ぜひ来てください。結構順調ですけど頑張らないと。優しくタッチする、優しくタッチしてください。フェニックスリーグ阪神2対1で勝ちましたか、これは宣伝じゃないです、そう宣伝じゃなくて独り言なんで、アリオ、アリオちゃうのに何でしたっけ。本当に覚えられへん。キューズモール、安倍のキューズモールで、ね、ライブがあるのでぜひ見に来てください。安倍のキューズモール、あれですよね。合ってるやんな、よかった、合ってた、よかったです。特別ルールで10回やってます。お、昨日も10回やってましたよね。ロッテファンです、日本シリーズで会いましょう、おめでとうございます。ロッテ2位ですね。アベノキューズモールね、覚えよう、覚えました。アリオがどうしても出てきちゃう、なんでやろ、岡留投手が投げてます。おお、
この回で岡留投手なんですね。10回言ったら覚える？何？アベノキューズモール、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 くしゃみです、アベノキューズモール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 、お、覚えたかもしれない。あ、くしゃみ出そう。やばいやばい。くしゃみ出そうやった。すぐ忘れるその名前、あかんな。花粉やばいですよ、もう助けてください。花粉やばいやんな。なあ、そうやんな。今日結構頑張ってください。一緒に共演する子じゃないですか、美穂ちゃん。美穂ちゃんが頑張ってくださいって言って、今日来ないんですか。めっちゃ鼻やばい。目を取って洗いたいくらいです。そんな、そこまでじゃないやん。目はそこまでじゃないかも。 CS チケット応募してないです。取ろうともしてない。慈悲がいろんなお仕事してて嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。 MVP は誰？それは月刊タイガースで答えてきたので、月刊タイガースを見てください。ぜひ。あれは何月号なんでしょう。11月号かな。お、抑えた。速報ありがとうございます。嬉しい。慈悲に会いたくなりました。お、ぜひイベント来てください。握手会、写メ会、お話会来てください。今日ウィンクの日だって。へえ、今日ウィンクの日なんですか。じゃあウィンクの日ですね。慈悲今仕事で怪我しました。え、大丈夫ですか。今頑張ってください。怪我か、大変やな。明日から大阪最終受付ですって。握手会かな。ぜひ、全然宣伝じゃないんですけどぜひ来てください。ありがとう、治りました。ほんまかよ。今日仕事でした。この後はお稽古です。私たちはお休みなんです。あ、そうなんですか。寂しい。みんないないってこと。舞台の応援チケットっていうのは、そのチケットを買っても、本番は見れないんですけど、ただ応援してますよっていう
チケットなので、ご購入してくださった皆さんにこうピノキオの出演者たちから動画が、送られるというチケットになってます。はい、舞台でよくあるサポートというか支援というかそういう感じですね。ベスターズの球場飯美味しかったですよ。行きましたこの前、ハマスタ、あれみかん氷食べました。今の髪型最高です。ありがとうございます。勝ちましたね、勝ちましたね、勝ちましたか阪神。おお、ブラホー、ハーフアップお似合い、ありがとうございます。エスコンとベルーナドーム、どっちも行ったことないや、行ってみたいな。なんかお疲れですか。そうですか。昨日練習とか 見れてないです。見てない。今日はちょっとだけ、見れました。アップされてるところを見てました。アップとキャッチボール。ペイペイドーム行きたい。インスタ DM 送れなくなった。あ、そうなんや、寂しいですね DM 送れないの。そう、今日 NMB は埼玉スーパーアリーナでこの後ですかね、ライブなんです。ライブというかフェスですかね、あれあるんですよ。私はお稽古に専念します。ストーリーに変身できるよ。へえ、そうなんや。じゃあ皆さんいっぱい変身してください。稽古です。うん、ドラフト楽しみですね。埼玉いないですよ。頑張ります。今日の服タイガースカラーで雪、ありがとうございます。初めて甲子園で見た時、芸能人ってすごいなって思った。へえ、私を見てですか。明日の仮装、うん、すごい、みんなドラフトに注目してるんですね。どんな子が阪神タイガースに入ってきてくれるのか。トラタンプレミアムのリクエストは X で送ったらいい、それともトラタマのホームページから送ったらいい。どちらからでもスタッフさんは見てくれてると思うんですけど、X でたくさんつぶえてもらいましょうっていうのを始まるときに一緒にお話ししたので、 X でも嬉しいかも。 X でお願いします。みんなでトラタマ、ハッシュタグトラタマをつけて
私にしてほしいこと、まあ例えばラジオ内で話してほしいことでも質問でも、あとはこんな取材してほしいとか、なんかいろいろあれば送ってください。トラタマでハッシュタグトラタマよろしくお願いします。当日券でもあるんですか？あの無料なので当日券とかあるんかな？販売す、ん？多分来たら 見れるみたいな感じじゃないんですかね。慈悲の考えるベストナイン気になる。ベストナインな、難しいな。昔さ、マートン選手で阪神を好きになったんですね、私が。で、もう本当にマートン選手を中心に阪神タイガースを見てたので、ベストナインを決めてくださいみたいな雑誌の取材とかでこう聞かれた時に1から9オールマートンで、本当にオールマートンでスタメン組んで、今考えたらなんかおもろいなって思います。懐かしい。ほんまにマートンしかほとんど見てなかった。そう、プレイボーイのやつ。仕事戻ります。あ、頑張ってね。おもろいよね、今考えたらおかしいもんね。そう、そこからはねだいぶ成長しましたよ。うん、おもろい、おもろいわ。葛城さんのお店で動画撮ってや、葛城さんのお店また行きたいな。まあ、マートンはもうすごいね、すごかったですね。仕事戻ります。頑張ってくださいね。ゆずきちゃんと対談したいな。中日と阪神のお話ししたい。阪神グッズ紹介してほしいです。今手元にあるのでよければ。だーん。はい、増えましたよ、いっぱい。じゃじゃーん、見えてるんかな、これ。これがめっちゃ可愛いの。刺繍の缶バッジがめっちゃ可愛いの。それがお気に入りです。はい、もうね、オタクのバッグなんで。そしてこれはねポーチなんですけど、森下選手のポーチでしょ。これが阪神、これね、海外の海外の言葉で阪神タイガースって書いてるらしい。そう、これもシークレットなんです。シークレットでゲットしました。いっぱい入ってんねんな。中身何入ってるの？これ
いろいろです。リップとかアホ毛止めるやつパインアレはさすがに使われへんかったな。パインアレは使ってないです。じゃあまだ家で大事に取ってます。そう、あとは今日のレッスンちょっとシワシワなんですけど、ただこれは村上投手が31イニング連続無失点記録を達成した時の T シャツです。どうですかこれ、いいよね。ちょっとデカめ買いました、 XL 反転して左ピッチャーに見えた確かにそう、いいデザインなので買いました。ないかなレッスン着ですよ。あとはユニフォームがあるけど、そんな感じですね。ビールかけ T シャツゲットしてないんですよ。届いてないんかな、まだ頼んだけど届いてないんかもしらん。普段からそんだけ持ってれば十分です。ありがとうございます。なんか必要じゃないものまで入ってる気がするけど、私にとっては必要なんです。あとこれね、これ充電器、買いに行きました。いいな。買いに行ったらまた買っちゃうから行かないようにしてます。最近めっちゃ買ったもんな。あ、そう、モバイルバッテリーです。ね、首を長くして待っておきたいと思います。優勝のメガホン欲しいの。そう、それだけさゲットできてなくてさ、そう、6万ぐらい買っちゃいました。それだけゲットできてないんです。でもゲットしなきゃ今シーズン何試合くらい観戦来ました。何試合くらいでしょう。結構行きましたね。けどめっちゃ負けた気がしますめっちゃ負けた記憶あるな。でもファームとか、あとフレッシュオールスター、フレッシュオールスターとか見に行ったので、それを合わせたら結構行きましたね。数えてないんですよね今年。そう、言い負け方の試合が多かったです言い負け方とかあるんかよって感じなんですけど、でもこう、なんやろ、あ、惜しいっていう試合だったり、見たかった選手のホームランが見れたけど負けたりとか、そういうのが多かった。そう、甲子園以外もかなり行きました。
姫路でねフレッシュオールスター行きたいですね見に行きたいな。うん、ヤクルト戦見に行ってた。いいな。あ、一緒の日に行ってたってことか。ハマスタのタイガース戦全部負けた。私でもハマスタは勝ったんですよ、1回見に行って。嬉しかったです。鬼門と言われてた。ハマスタでね勝って。場内アナウンスとか聞いてみたらやばいな、それは。みーちゃん好きですか？めっちゃ好きですよ。3勝6敗や6敗、姫路は阪神電車の直通特急が便利です。うわ、めっちゃ助かるそういうの。千尋の好きな選手は誰ですか？好きな選手ですか？全選手ですね。それはもうもちろんそらそうよっていう感じです。欲しいです。そうです。DD やったんか。結構 DD です。カバンを見てもらったら分かるように。はい、 DD ですね。でも推しって公言させてもらってるのは村上投手と門別投手ですね。皆さんもまた推しメン教えてください。ね、楽しみな選手ですね。NMB の阪神の阪神のですね。チヒです。嬉しい。そういうのも嬉しいです。日本一になってほしいね。応援しましょう。うん、うわ、今度インスタの投稿でみんなの推しメン聞いてみようと。皆さんコメントしてください。じっくり見たい。じっくり読んでじっくり見たいです、それは。今日の投稿にしようかな。ぜひ教えてください。ジヒ推し、ありがとうございます。ジヒって呼んでくださいよ。カウントダウン TV 超可愛かった、ありがとうございます。エルビオ、ジヒは3番目です。十分よ、 A クラスってことですね。3番目ってこと、3位でしょ。大丈夫です、それは。
では、終わります急にありがとうございました。またコメントしてくださいね、投稿するので。バイバイ。お仕事頑張って、みんな。